おはようございます。画家の小木曽です。鬼工評会を始めたいと思います。この鬼工評というのは、画家であります私小木曽誠というおじさんが皆様から送られてきた作品にああだこうだというふうに答えていく企画でございまして、長らくやっております。多分トータルで200回以上やっております。で、この鬼工評に出品、いただける方というのはメンバーシップというものがございまして、それになっていただくことが必須でございまして、ぜひぜひメンバーシップ会員になっていただければと思います。月額1190円で、1回、会員になったら、その月2回、見てもらうことができます。で、ちょっともう1回お休みしようかなと思ったら退会されてもらって結構ですので、で、メンバーシップの特典としましては、メンバーシップの方のみの動画であるとか、いろいろ突然生配信を始めたりとか、カタログを少し安く変えたりとか、いろいろ特典を考えております。似顔絵を描いてもらうというのも今カタログを販売しております。こちらですね。そちらを展覧会会場とかに持ってきていただいたらおじさん似顔絵描きますので、よかったら会員登録いただければと思います。ぜひカタログも今インターネットで販売しておりますので、詳しくはすべて概要欄説明欄のところをクリックしていただくとそこに書いてあります。わからんかったらメールペインターおぎそ @gmail.com、お送りいただければと思います。それでは第41回を始めたいと思います。2、1、こちらから、こちらの作品です。はい、読みます。佐賀県立美術館のことおめでとうございます。ペンネームふぐちゃん、タイトルハルジオンと、ありがとうございます。ジャノメ町、縦品でいいんですっけ、作品サイズ画材透明水彩、ワトソン F45 ホルベインの18色セット、使用に好評になって、縦品ね、の天子白駒の苔に続いて3回目の投稿ですと。24坪ほどの農地を借りて東京から通いながら夏野菜はいいですね、秋冬野菜を作って楽しんでます。東京に生まれ育った私にとって自然に恵まれた縦品は心身ともに安らげる場所であると同時に、絵のモチーフの方向ですと。今回は畑の周りの草花に、飛び交う珍しい蝶を描きましたと。交差する葉っぱの描き方がいつも悩ましいですと。再び鬼工評よろしくお願いいたしますということで、いいですよね。本当に田舎のこう良さというかね、わかります。ちょうどこの私がこれ今録画してんのが19日、今日台風で美術館も中止になってしまったんですけど、その前の日の18日にライブ配信をやってたんですけど、それ多分分かりやすいんじゃないかなと。葉っぱの描き方ね。で、ちょっとこう緑を使いすぎてるかなと。緑しすぎていて、なんかちょっともう少しこう緑じゃない色がピュッと入ってきたりすればいいのになという感じが若干受けるのは私だけでしょうか。いいですよね。わかります。私もなんかこう田舎の方に逆に行ったりすると少しね、心を安らぐようなところありますもんね。東京育ちの方とかって、ちょっと入れすぎたかな。やっぱりそういうの感じるんですかね。ちょっとだけこうアクセント的に青っぽさをじゃあ入れてみましょうかね。よいしょ。そういうとこありますよね。都会、僕もなんか、東京、東京やら都会の方に何年住んでたかな。やっぱ若干もう僕の中では、情報とかがですね、やっぱどうしても東京が多かったり、展覧会とか多かったりするからあれなんですけど、モチーフに関しては私もやっぱりこう、都会じゃなくて田舎の方がもう無数にあるかなと。ちょっと青を差し込んでみました。レイヤーというのを外してみますよ。ぴょん、ぴょん。衣装がガラッと変わりませんか。で、もうちょっと蝶々とかにこうね、強めの色かなんかを少し持ってこれたりすると、もっといいのになという感じがしますよね。ビュー。ちょっと蝶々あたりを少しこうビビッとにググ。絵の具の本当使い方みたいなところというのは、その瞬間瞬間に、そこで絵の具の遊びとかですね、もう少しちょっと違う色みたいなの入れてみましょうか。
葉っぱのところは少し、黄色みがかった感じを少し、じゃあもう少し入れてみるところも差し込んでみたりとか、まあ、先ほどはちょっと青みがかったような感じを少し差し込んでみましたけども、少し差し込んでみたりとか、まあ、そういうことをすることによって若干こう透明水彩の、ね、複雑さみたいなのがもうちょっと出てくると思いますので、まあ、ほんの少しこう蝶々とかを強めてみまして、少しこう色を差し込んでみました。まあ、それだけでこうだいぶ印象が変わってみませんかね。もうちょっとじゃあ青とかで出したりね。まあ、本当にこう葉っぱのこう重なっている葉っぱとか多分皆さんにとっては難しいでしょうけど、まあある程度こう慣れるところは慣れてみてもいいと思いますよ。まあ、慣れも怖いところもありますけども、多少こうホホロンがある程度こう染みついてくることもあってもいいかなというふうに、ちょっと緑色をよりこう強調するためには違う色みたいなのを置いてあげたりするとだいぶ違って見えませんか。でもうちょっとこうお花かなんかの色かなんかを、ビビッドな色かなんかを少しこう入れてあげたりするとより、いいんじゃないかなと思います。まあまあ、結構こう色彩のですね、この色の中にだけで成立してしまうんじゃなくてレイヤーを外しますね。どうですか。だいぶ良くなったように見えるでしょ。まあこういったこと少し覚えられていってみてください。次の作品に行きます。こちらです。はい、こちらの作品ですね。最初ミサオさんということで、ミサオさんですね。友達2 P25 キャンバスと、前回の第21回と同じ人物と犬猫を P25 のキャンバスに描いてみましたと。人物がを全体を入れて描きましたが、前景が広く引き締まらないので猫を追加してみましたと。膨らみとへこみを注意して、腕の大きさとかも小さくしたつもりですが、顔、手の表情が今一つうまく表現できませんでした。顔の表現の技術が下手なのでいつもちまちまな絵になってしまいます。先生の辛口好評をお願いしますということなんですけども、まあ、ですね、まあ、これに書くよりちょっと新しいキャンバス用意しましょうかね。やっぱ皆さんこう顔とか書くときに光が真横から光が当たっていたらね、鼻のところとか、どないなっとるかなとか、光の当たり方によってこう影とか顔の全体が影とか、その上唇影とか、こういう大きな作りみたいなのが少しこう皆さんできていないんですね。目があって光が横からやったらこういう感じですよね。じゃあ、逆に後ろからやったらば、後ろは面白くないな。じゃあ、ほぼ真正面から光がドンと当たっていたら、光ってる部分で影とか、影とか、鼻の側面が若干の影とか、若干の影、鼻の下っていうのが、真正面やったらばどんな感じか、まあ、影とか、こういうこう光の、わ、気持ち悪い。こういうこう、なんていうか、どこから光来てるかっていうのが、両方重ねてみますとかね、こうでしょ。まあ、横とか、両方重ねてみたりとかしましたりしても。で、そういうところがちょっと見受けられないので、この絵を見たら、俺どこからこう光来とんやろうっていうのはわからないじゃないですか。でちょっとそういうところみたいなのを、もう少しこう分かるように描いてあげてほしいなと。どこからですか？これ真正面に見えますよね、これね。真正面難しいですよ。真正面から光って実は難しいですよ。まあ、少しだから真正面から、ほんの少し左からかな。で、その光の設定みたいなのを皆さん、ね、どういう風にされるかによってすごくこう大幅にこう作品の出来も、これ前言ってますけどね、やっぱり光どっから来てますか問題というのは、皆さんもう少しこう書き出しの段階大事にしてあげてほしいなと思います。はい、ちょっと入れました。外します。ピッピッピッ。で、私なんかやったらばもう少しこう目のところあたりとかっていうのはどうしてもね、こう、まあ、かなりこうちっちゃいので画質が難しいですけども、よいしょ。ああ、ダメか。レイヤーがついていなかった。よいしょ。ああ、ちょっとでかいね。難しいよ、これね。
こういうところをシュッとこうねできるようになってくると、で花なんていうのもどうしてもこういう三角形がありますよ、ちょっとオーバーに書きましたけども、三角形がありますよっていうのがもう少しこう影に見えて、で上唇の影みたいなのがもう少し、上唇と下唇で色の違いみたいなのがもうちょっと出てきてですね、そのあたりというのが少し描けると、相当描きましたけど、レイヤー外します。まあちょっとうまくいったかどうか分かりませんけど、こういったところみたいなの少しこう光の方向はちょっと長なりそうですね、しっかり意識されてみて、うるさいな、ください。次の作品に行きます。キャーキャー言うとります。はい、こちらの作品です。ああ、もうなんかすごく良くなりましたね。ぼちぼち卒業でしょうかね。こんちゃんさんですね。池袋見に行くぞということで。まあ、実際の本物の作品と、本物自分でこう6号ぐらいだったら持ってきてみて、私の絵の横にでも置いてみてください。書斎にて F6 号シナベニアに和紙を貼ってジェスト、油絵と、旧小賀邸内でモデルはおなじみのチコちゃん、ジョサイア・コンドル設計の現在美術館室内はこだわり満載の手強い内装、全部描きたい、でももう描きながらカオス状態でした。ビシビシお願いしますと。10月は公募展で落選予定の作品を出しますということで、10月は あれですかね、勝手に公募展にはということなんでしょうかね。まあ悪くはないと思うんですけど、いいと思うんですけど、どうしてもなんていうか、後ろと少しこう分かれてしまうような印象があるので、まあ、そこどこどう直せばいいかな、まあ、私だったらもちろんこの辺影とかをもう少しシューッと書いて、上げてね、今どこかいたかっていうね、ピッピッ、少しこう影のところがあって、で背景の方っていうのをもう少しこうですね、少し後ろ側がヒューッとこう前に来るような仕事みたいなのを少し入れてあげてですね、ほんの少しいじりましたけど、こうね、まあ、そんなところをこう画面にパッと入れるだけで、こう背景と人物みたいなのが、手前の方みたいなのはそれでいいと思うんですよ。手前の方というか前ですね。こっちの面に関してはいいと思うんですけどね、こっち側からぶつかって明るくなって、で今度影になってまたこっちがちょっと明るくなってみたいな、関係性みたいなのがうまく描けていれば、もうちょっといいかなと思います。顔なんかもこういうところもなんかこう後ろとうまいこと馴染んでいっていないなって感じがするので、まあそういうところをもう少しこううまいこと馴染ませながらもちゃんと前後関係が描けたりするともっともっといいのになという感じがいたします。チコちゃん喜んでますか。チコちゃんって言ってたっけね。まあちょっとレイヤー外してみます。ピッ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 。でまあここのまあ際のところなんて少し難しいですけど、まあ、ほんの少しだけ、全部こう輪郭を強める必要はないですけど、ほんの少しだけ外側から決めてあげたりするだけで印象が変わるんちゃうかなと思います。まあなんかこうなかなかこうまあはっきり言ってしまうと、こういうのって本物を見てデッサンをしてきたっていうことによるなんていうか積み重ねなんで、写真から描くとなかなかこう難しいとこあって、まああとはこう例えば本当にこうよく言うているようなことなんですけども、本当にここで良かったのっていうこの線問題であるとかですね、例えばこの背景のこういうコントラストちょっと強すぎませんかみたいな問題とか、モチーフよりもなんか強いところ案外ありませんかみたいな問題とかあります。まあ、こういうところというのが写真見ながら描いたとき、じゃあ絵画にして人間の目が持ってるものによって認識をする能力があるわけですよね。ここに2つの目があるから、ここにとここにこのものがあるとしたら、こっちの目とこっちの目によって、片目やったらね遠近感ってなかなか分かりにくいけど、2つがあるからこうやってこっちの目によって頭で再構築されてっていうようなことが絵の中でこうできていくかどうかっていうことが、絵画をできるか否かだと思います。次の作品こちらです。
セベサチコさん、白百合 F65 ホワイ、ワトソン 300g ホルベイント、前回先生から何か白いものを描いてみてはとアドバイスをいただきましたので、開花前の百合が窮屈そうにしているところが自分に似ていると思いましたと。主役脇役を意識した動線、人工物の形は正確に、白いものを外側から決めるの3点の実を描いて、考えて描きました。すがすがしいところがよく、額に入れてしばらく眺めていました。あ、すごいいいですね。自分ではなかなか気に入ったということでしょうか。頑張ったなと思います。非常にこう百合のところにボンとこう主役を持ってくるぞみたいな感じというのは好感持てますよ。で、後ろなんかから外側から攻めてやるぞみたいなのも好感が持てますし、頑張ったなっていう感じがいたします。ちょっとこう少しこう難しいですけど、強弱みたいなのを頑張ってつけられてみてもいいんですね。なんじゃそりゃって感じかもしれません。どうしてもこれだったら百合のシルエットがボーンと強く見えすぎてしまっているので、例えばこれなんかこっち側からこう少しだけこう外側からパッパッ少しこういうところ輪郭を弱めてあげたりするだけで、ちょっとだけこれレイヤー外してみますよ。ペッペッ、それだけでも、花というのの、あれがちょっと違って見えたりですね。少し外側と近しい色みたいなところが作ってあるだけで、レイヤー外します。ペッペッペッ、どうですか？ね、そういうところ、ちょっとこう、そういう、こう、ね、全部が全部、こう、というわけではなく、形の大事なところ、そうでないところみたいな、どうしてもモチーフ描くとずーっとくくってしまいがちなんですけども、さあ、どこが大事かなとかっていうことを少し覚えられていくと、もっと良くなっていくんじゃないかなと思います。こういうガラスのところなんかもそうなんですよ。言うとね。逆に、これ消しゴムで消すような、ね、ガラスなんかもグッとこう描いてあげたりするだけで印象変わりますよね。で、ちょっとこうこれに関しては青、後ろの青がちょっと青々しすぎるかな、もうちょっとなんかこういろんな色があってちょっと紫入れてみましょうかとかね、少しこうあってもいいのかな、ちょっと青々しすぎるかなという感じがするので、そういうところをなんかこう青々しすぎたら何を言うとんねんって感じかもしれませんけど、少し、違う色を差し込めるように、そしてグラデーションなんかが綺麗にいくようになってきたら、レイヤーはつけたり外したりしますよ。ちょんちょん。ちょっと雰囲気変わるんじゃないですか。こういうところを少しこう青ばっかり使うんじゃなくて、少しほんの少しなんか違う色を差し込んでみたり、ちょっとグラデーションがこう美しくなったりとかすることによって、すごく印象が変わっていくと思いますので、ちょっと葉っぱもこう描きすぎた感があるかなとは思いますけども、すごくこう頑張ってやられたというのがよく伝わってくるいい作品じゃないかなと思います。ほんとこういうふうに一歩一歩こう成長していくっていうことをすごくこうやってても楽しいと思います。自分でもなんかね、ええ塩梅でできた思ったら額縁にこうあれしてみてね、眺めてみるのもいいんじゃないかなと思います。また楽しみでございます。次、暗い、モチーフかなんかを描いてみましょうか。はい、次の作品こちらです。もうなんかね、もうこの方も本当もうプロみたいになってまいりましたよね。先生の図録届きました。ありがとうございます。穴が開きそうなくらい見ていますと、夏伊藤さんです。曖昧なリアル、B4 のシナベニアのパネルにキャンバス油絵の具、現実とバーチャルの境界が曖昧な感じが描けたらと思って息子をモデルに描きました。背景に具象でないものを描くことや青を多用する絵はあまりやらないのでチャレンジな一枚になりましたということで、あ、息子さんね、なかなかイケメンじゃないですか。あ、非常に面白いと思います。こういうふうにこう抽象的なうまいことこれは混ざり合ってる作品なんちゃうかなというふうに思いますよ。なかなかこういうふうにこう抽象的なものと具象を混ざり合わせると、ゲームばっかしてますかね、今の子ゲームばっかするとか言って親御さん皆さん嘆いてますけども、人間のなんかね顔の部分の色いいんですけど、洋服のなんか紫色がちょっとここの生々しさみたいな紫感しすぎてるところがちょっと引っかかるかなと思います。なんかもうちょっとこう紫を使っていいんですけど、若干こうちょっと渋めなブルーみたいなのが入ってきてもいいのかな、それと紫みたいな、感じが入ってきていいのかなと、ほんの少しいじってみました。いきますよ、レイヤーを外してみますね。ちょんちょん、まあ、これぐらいになっちゃうかなと僕なんかの印象だとあります。で、まあ、こうちょっと難しいんですけど、こう
今こう絵の具がピャーッと垂れていて、あと何箇所がねこう筆かなんかでほんの少しこういうなんかこう水滴みたいななんか垂れてるのかなんかを筆かなんかで少しこう描いてあげるような仕事みたいなのをちょっと入れるだけこれ印象変わるんですよ。こうよくこうあるんですね、こう抽象的なものと具象的なものを混ぜ合わすというようなことをするとき、今は白で描きました。でこう筆で描く、手で描くという、で、次は茶色かなんかの色をこっち側から外側に向かってこう描くような仕事みたいなのが少しこう、まあ、ただ偶然だけじゃなくて必然ですよね。人間の手によってこう描いたみたいなのを、ここの部分だけレイヤー外してみますけど、ほんの少しこういうことを入れるだけで全体をお見せします。でこういう抽象的なものと具象的なものをかみ合わせるっていうことは、全く別個の仕事をするような感覚になるじゃないですか。バッとこうナイフでやったみたいな、でこっちの方は筆で描いたみたいな、でその境目みたいなのが案外こう大事で、つけてみましたね。でそういうところみたいなのがうまいこともっと絡み合ってくるように、腕のとこなんかももしかしてこういうところ、チャンスなのかもしれないと僕なんか思ってしまって、なんかこうちょっと白いこう、絵の具がギューッと垂れていくようなものが、外側でビタッと止まっているみたいな仕事とかが入ってきたりすると、てんてん全体で見ても調和が取れた雰囲気になっていくんじゃないかなと思います。ちょっと右下のここが荒いですね。でこういうところなんかはチャンスなんですよね。だからこういうところは手仕事を入れてあげて、うまいことをぐじゅ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 手仕事的なのをぐじゅっと入れてみたりとかして、ぐしゅっと入れてみたりとか、ちょっと白い絵の具みたいなのを筆とかで絵の具でてん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 って書いてあげたりとかすると、でこういうところが意外とこうピッピッ、でこういうところによって抽象具象みたいなものの境目みたいなのを書いてあげたりするともっと良くなると思います。はい、ぜひぜひこの調子で頑張られてみてください。次の作品こちらです。おー、可愛らしい絵ですねこれもね。これなんていう花なんですか、ちょっと書いてあるのかな。こんにちは、4回目の投稿です。野田市の真中さんですね。前回模写を公表いただきましてありがとうございました。あ、またカタログありがとうございました。我が家の庭に、なんていうんですか、ケイトウの花が咲きましたので描いてみます。これなんていうんですか、ケイトウ、鳥の頭って書いてます。目の前にあるものを描き込みましたが、バッグの処理がうまくできず悩んだ結果、バステスで軽くグラデーションをつけ前の家の壁を表現しました。バステス、パステルかなバステル、あ、パステルかな、他にやり方が分かりません、ご指導お願いします。まあ、こういう作品に関して もう困った時は、あ、これ本当にね、花のモチーフすっごいいいから、困ったらやっぱり困った時の隙間という気持ちでやられたらいいかな。でもやっぱあれかな、これや、これはここの木がちょっとこうマイナスなんかなね。なんかこうもったいないですよね。ここの木がもうちょっと表現がうまくいけばちょっと違うかな。少しいじってみましょうか。よいしょ、ちょっと濃すぎるな。よいしょ、まあなんかここの木がどうなったかわからないですけど、ここの木の少し枝を足すだけでもしかして印象が変わるんちゃうかと僕は読んだので、木を描くプラスなんか隙間を描くみたいな感覚を、もしかしてここなんちゃうかなと今ふとひらめきました。わかりませんよ、うまくいくかどうかは。ちょっといじってみました。レイヤー外しますね。ピッピッ、ちょっと印象変わりませんか。まあ、なんでかというと、どうしてもこれ右の方に暗さみたいなのが寄っているので、このレイヤー自体を外しますとちょっと左の方が物足らんなっていうことで、なんかこことかこの辺の暗さにこうするようにこちらの方にも今持っていったんですね。でそれによって印象が少し変わって見えたんちゃうかなと思います。でこういうのってすごく大事で、じゃあ今度もう少しこう下の方とかの方にも同様に少し持っていってあげたりすると印象が変わるんちゃうかなと今予想を立てましたが、どっちか分かりませんが、レイヤーを外してみます。じゃあだね、そうすると、まあ、一番奥って何かよう分かりませんけど、少し画面の中で暗さがこう響き合ってきたと思うんですよね。
で、もうちょっと、緑かなんかのこういう線をうまく使いながら、私やったらこの辺の、後ろ側の子なんですか、わかりませんが、木のこの緑みたいなのも活用しながら、画面を、この辺は難しいんですかね、やっぱ。でも、説明受けたり、こう、加筆されたら皆さん、あーって思うでしょ、思ってくれたら嬉しいんですけどね。今無理やりまた言わせましたね。はい。ちょっとこう暗、緑の暗さみたいなんで画面をこうぐーっと。すっごくここに書いてある花の書き込みなんかいいから、ちょっとこう後ろから攻め込むみたいなことを少しして、右上のなんか葉っぱみたいなのも少し書いて、めちゃくちゃ書いたというわけではないですよ。ちょっとこう画面をこう響きかせ合いながら、やってたつもりです。でも、どうですか？そうするとなんか画面引き締まって見えませんか？案外これぐらいの書き込みをしていたら、他のところをうまいことちゃんとこう画面が見えてきたら、そういう響きかせ合いみたいなのができるようになるんですね。うわ、おじさんすごい難しいこと言ってる。だから見せ場のところは一切いじってないわけですよ、今の。だからすごいいい絵じゃないですか？でもほんの少しのこの工夫によってね、すごくこう響き合いが見えてくるということがわかる、すごくいい例だったんじゃないでしょうか。こういうことはね、皆さんに、とっては非常にいい例かなと思います。次の作品はこちらです。お、頑張りましたね、この方もね。花さんです。タイトル、ブドウとグラス。3回目ですと、ブドウが楽しく描くことができて、ブドウは楽しく描くことができて、グラスもなんとか描いて、さて背景どうしようかなと困ってしまいました。色を少し入れてみましたが、なんだか寂しい絵になってしまいました。もっと大胆な色を使った方がいいのか、それともモチーフを増やした方がいいのか、先生の私やったらこうする好評をお願いいたしますということで、いや、これすごくね、ブドウなんかも非常にいいし、ガラスの形も非常に形ですよ、もういいし、背景もなんとか少し描いてみて、悪くないと思います。確かにこう、ちょっと寂しい感じはするんで、まあ、このガラスが僕は実際に本物見てないから何とも言えないんですが、もうちょっと透けて見えてる、くる感じが描けたらもっと違うんちゃうかなというのが私の印象なんですけど、どうですかね。透けて見える感じみたいなのが、もうちょっとこう見えてきたり、こう、そういうの見えませんでした？どうなってたか僕もよう知りませんよ、もちろんね。ビュー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 ビュまあこうデッサンなんかやるとね、こうちょっとこう汚しておいた後に、消しゴムというねツールを使って不透明ギューギューとかね、グーグーグー、ほんの少しですけどね、こういう風にこう書いてたりするんですよ。ギュー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 とね、まあ白というより消しゴムでこう消してみたりとか、でそんなことすることだけでちょっと印象変わるでしょね。ちょっと寂しくなくなったんじゃないですか。ピュッピュッね、ちょっとそのガラスみたいなものと、あとはやっぱ影かな。影とかやっぱもうちょっと大事に描いてあるかな、おっさんやったらな。でここに落ちてる影がこう、まあ、横に行ってたにしても、こう長い棒からピューッとなってとかね、なんか影みたいなのもやっぱりこうモチーフというか気持ちで描いてあげたらもっといいかなと思います。まあちょっと反則ですけど、ちょっと白いの最後入れながら、もう十分これで寂しいないんちゃうかなという気はします。もしこう寂しかったらちょっとやってみましょうか、せっかくやったらね。寂しいかもしれませんので、じゃあちょっと大胆にわーっと紫っぽいのを塗ってみましたよとかね、わーっとちょっと青っぽいのも塗ってみましょうかってね、ちょっと少しこう背景からこう攻めるような気持ちでわーっと塗ってみましたよ、画面の端の方まで持ってきましたよ、画面の端の方まで少し持ってきましたよ、わーっとね、持ってってみましたよっていう感じでちょっとやってみました。どうですかね。まあ多少あった方が確かにいいかなという気もしますよね。こういうところは本当にちょっと自分でアレンジメントされてみてもいいかなと思います。ブドウはすごいいいです。バッチリです。そして今回最後の41回最後、こちらの作品です。すごい僕の好きな好みのタイプですね。タイトル水遊び 29×23cm スケッチブック鉛筆。水を描いてみたいと思い、孫が
公園の水道の蛇口をひねって遊んでいる写真を見て描きました。ご指導お願いします。実物はもっと可愛いとこの子の親から苦情が来たので、今は紙全体に顔だけを描いてもらう。親から苦情が来た面白い。いつか絵の具を使ってみて描いてみたいと思います。PS 図録ありがとうございました。宝物にします。本物を見てくださいと先生がおっしゃったので、先月は県立美術館っていうところですか、トーモとシスコさんっていう人の展覧会、どこの県立美術館ですかね、に行ってきましたということでございます。実物もっと可愛いんですか、うえーでね、すっごいね、いい箇所いっぱいありますよ、この絵もね。なんかね、全然鬼ちゃうやんけという感じですけども、いや、これもいい箇所いっぱいありますよ。僕ね、この水道の蛇口すごいいいなっていう気します。ね、顔そうですか、可愛らしいけどな。これなんか光がちゃんと当たってる方向とか、あんまこう悪ないと思うんで、まあ強いて言うなら、こうなんかせっかく水描きたいって言ってる割にはあんまり水描いてへんなっていうのが私の印象なんで、水もと描いたらいいのになーってなんか感じしますよね。ちょっとこれあれですね、送られてきた画像の解像度が悪いと書き込みもこれがね、点々ドットがつくという謎のこうあれがあるんですけどね、こういうとこぐーっとこう鉛筆立てて、書いていいんですよ。鉛筆立ててぐーっと書いてあげてください、ぜひですね。もうこういうところはぎゅーっと書いて、鉛筆立てて、こうなんかこのエアブラシツールやったらこういう点々点が気にならないんやな。オッケーオッケー、分かったぞ。ね、こういうところどう見えるか分かりません。今便利ですよね。昔だったらこんな動いてるものとか写真撮るのがめちゃくちゃ難しい時代ありましたけどね。顔もっと可愛いか、ちょっと鼻の下とかちょっと怪しましょうか。少しこうしてね、ちょっとだけ目がずれて見えてるかな、これな、こんな感じか。十分可愛いですけどね、僕ほんの少しいじりましたよ、ほんの少し。可愛いじゃないですかね、ほんの少しいじりました。まあ皆さんにとって見えへん程度かもしれません。こっち側から多分、ちょっとでかいなもっとちっちゃい線引けんかな、よいしょ。なかなかほんの少しこう目ん玉に光を入れてみました。可愛いなったんじゃないですか。レイヤーを外してみます。ジュンジュン、ほんの少し可愛いなったんじゃないですか。で、水のところっていうのは最終的にはやっぱ鉛筆立ててガガガガガと描いていくしかありません。うわ、でもこの水道蛇口めっちゃいいですね。顔もようになったんじゃないですか。もう一回外しますよ。いきます。ジャン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 、悪くないと思います。こういうところね、鉛筆を立てて描くということを少し覚えながら、グググググと密度を上げるところは密度を上げています。水と洋服のところのせめぎ合いをしております。まあそういうところをぜひぜひ詰められていってください。最後鉛筆立てて描くんですよね、最後鉛筆立てて描く。私もよくこすったりしますけど、そういうところをしっかり鉛筆を立てられて描いてみてください。ということで第41回は、以上となります。それではまた。